わあ、夜みたい。早朝ですけどね。はい。今日もファミリーフィッシングをやっていきます。今日は今日はドゥアリブ、レイク。めっちゃ被ってる。デュアリブレイクですね。ドゥアリブレイク。北ね。湖にやってまいりました。まあこれ2番目の湖だからね。割とメジャースポットじゃないですか。そう、なんか、最初にロアー釣り教えてもらうところだよね、確か。で、ここで今日は、ヨーロッパオオナマズ釣ります。オッケー。いいね。一回クエストかなんかでヨーロッパオオナマズあったかも。釣ってくださいみたいなのがあるんで、あったかもね。大体の人釣ってるかもしんないけど、まあこれから釣るって人は、この動画を見ていただいてね、参考にしていただけれわ、ばと。日の出早っ。結構時間経ってますから、これ。ね、移動だけで。めちゃめちゃ。まず、この湖の一番北のエリアを目指しますと。丸が堂々と渡っていきます。まあ別に、いこの移動やは取らなくていいやろって思われる方。すいません。行ったとこから始めてくれみたいまあでもこうやった方がわかりやすいでしょ。な。まあね、確かに。中州みたいなのがあって、そのさらに北にいますから、ヨーロッパオオナマズは。おげー。その名の通り、でかいナマズですわ。おげー。あ、もう釣ってる人いる。早っ。朝からお疲釣りれ様では、す。マズメっつってね、朝6時ぐらいがちょうどいいですから。あ、そうなんです食いつね。きがいいって言われてるかなら。るほど。通れるか、ここ。いけます。す。北の方へ。来まし、もうそろ着きますね。一番北に。で、ベイトは赤のラージ赤ラージ。で釣れるっぽいんで。オッケー。まあ、青でもいいのかな？青でも OK ですけど。なんか、朽木みたいなとこある。朽木？ちょっと待ってね。一番端っこまで行枯くれかな。木というあ、あか。れかな？一番右端のあれ？いや、枯れ木みたいなのある。あれでしょ？多分。あれって言われてもな。ほら、このボートの先に。ああ、あれか。これじゃない？それっぽいね。これっぽいよね。そこら辺で釣れる他のにあで。る？これだけだよね。じゃあそこら辺の、その木付近で釣れるっぽいんで、オッ釣ってみまケー。しょうか。あ、もう出た。もういいや。浮き釣りのタイタンインフィニティでいいんだよね。そうだね。で、赤。赤で、行ってみよう。この湖結構ポテンシャル高いというか、いろんなの生息してるんでね。そう地ね。下。ちょっと待ってください。いきまーあ、うまい。す。うい。さすが。サミングプロって言われてるからじゃ。うわー、魚影が見えにくいか、ここも。だいぶ浅いとこだよね、そこ。あ、でも、でかいおお、魚。なんか来た、なんか来た。お。びっくりしたー。あ、今日いい天気だね。いきなり来た。え、いきなり来たんちゃう？これ。え、マジで？いや、わかんないよ。結構引くよね。だってタイタンにしては。おお、おっきいかな。あ、でも端まで行ってるっぽいな。結構でかいっすよ。いやでももっとでかいかな、ヨーロッパ。何釣ってたか覚えてないよ、ここら辺。何がいたっけ、あと。あとショートノーズガーとか、あとあまあ普通にブラックバス。あ、ありそあれなんう。か、え？え？ナマズっ違う。ぽくない？いや、違う？違うな。何これ？ブラックバス？ママイーレルコッゴート。ト。全然違ったわ。あ、でもでかい。でかいね。マーレコットか。これはダメですね。あ、要素でしょ。難しいマーレコットはいろんな場所で釣れますから、ちょっといまいちですよ。な。あ、ちょっと外れちゃったけどいいかな。このエリアの古代魚はアカントですっていうね。出ましたね。
いやあ、なんか、魚影は見えるな。ね。でもあれ多分普通のバスだよ。ラージマウスバス。あ、やべやべ。来てた来てた。普通のナマズっぽい魚影が見えるはずなんだけどね。ああ、なるほどね。あの、ヒゲが生えてるやつだ。うん。いや、こいつも、結構一体一体時間がかかっちゃうね。L ですからね。なるほどね。まあでもヨーロッパオオナマズも割かし苦労した記憶あるけどな。うん。うん。ショートノーズガーとかなんかめちゃめちゃ釣った気がする。いや、あん苦労するよ、それも。嘘。じゃあなんだろうね。ブラックバスかな。ここの、ドゥアリブレイクのクエスト系は結構大変、うん。あ、結構手応えがある。イエローパーチも大変だし。確かに。イエローパーチなぁ。うわぁ、同じじゃない。マーレコットちゃう？これ。マーレコットやん。絶対そうじゃん。マーレコットのチャンミカやん。淡水魚好きなのかな。やばいぞ。ここだよな。他にある枯れ木もしかして。見えないな。反射しちゃって。これ魚影が見た、魚影を見た後に釣った方がいいかもしれない、ね。ああマジで。じゃこれで最後ラスト試してみて、あれだったらそうするわ。うん、え、ミスっとるやん。いやいやいや、まだ大丈夫。めちゃめちゃ魚はいるんだけど、ね、うん、マーレコット感あるな。え、嘘でしょ。普通の魚っぽい。あれ餌取られたんじゃないですか。いやいや、いきますよ。あげるか。うん。ちょっと一回そこら辺回廊してみようか。これだよね。回遊。あ。いる？なんか右の方にでかい魚いなかった今。どうぞ。あ、ちょっと見づらいなここ。ねえ、めちゃめちゃ反射してる。これ曇りの日とかの方が見やすいんだ。あ、なんかいる。あ、いるいるいる、これじゃない。今、なんか変な形してる。でかいのいるよね、そこ。あ、いるいる。いるよね、あれっぽいぞ。普通の魚じゃないっぽい形してた。いや。ここら辺？もっと奥？もっと左じゃない。左でよ。もっと左？こっち？ほら。あ、それだよね。うん。うわぁ、たまにゃま。見えないかやめといた方がいいね。ちょっとこれ角度つけると見にくいんだよね。ここら辺じゃないか。いえ、どこだ。消えちゃったんじゃない。え、跳ねた今。消えたっぽいぞ。あ、いる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 。ほら、右。あ、いる。あれでも、ナマズか？ナマズっぽくね？なんか、おーおーおーおお。お、すごい。え、何今の。めっちゃブーブー言ってた。すごい引きだぞ、これ。マーレコットじゃない感あるね。お、すごい引きだな。あれ、あいつじゃないの？ね、この右下に今スイスイ泳いでるやつ、ナマズっぽくね？なんか。あー。あれ、あの浮き草の近く、違うかな。なんか、あ、確かにいるよね、怪しいやつ。うん、のっぺっとした形に。あ、こいつもでも結構、あれまだ巻けるやん、普通のやつ。マーレコット、いや、違うな、これちっちゃいわ、絶対。だってこんなに巻けるわけない、一気に。なんだこれ、あれマーレコットじゃない。おえー、もうマーレコットばっかやん、釣るの。
え、今まであんま釣ったことないのに、なんで急に釣れてんの。ダメだよ、マーレコット。あれもマーレコットなんじゃないか。これ怪しいやつ釣るから、とりあえず。マーレコットじゃないの、あれ。え、嘘だ。ん？ほら。お、これナマズか。ねえ、ぽいよね。ぽい。ぽいよね、こいつ。あれ、なんか来ちゃった？あれ、なんか来ちゃってる？マーレコット来たね、あれ。ナマズいたよね。ナマズだね、あの形、確かに。絶対そうだよね、あの左のやつ。うん。あ、あいつか。そうそう、これ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 。え、待って、すごいでかいのいる。え、来た来た来た、なんだなんだ。え、何あれ？くい。うい。え、左にもっとでかいのいたよね。あれ何？すげえでっけえのいたな。あれ何？巨大ヨーロッパオオナマズ。え、嘘でしょ。あれがもしかしてヨーロッパオオナマズ？え、これじゃない説ある？これチビナマズじゃないの？え、普通のナマズもいらっしゃるんですか？おお、引きますね、そんで。うわ。いや、いい景色だな。今どうでもいいやろ、そこは。いや、なんかすごいいい天気だしさ。確かに。ねえ。めちゃめちゃ来ない。これスイッチで出てほしいな。いや、このゲーム本当いいよね。めちゃめちゃいい。釣りしたくなる、うん。実際それで釣りハマったしね。なんか釣り、なんだっけ、違う釣りゲーは出たんでしょ？スイッチで。そう。あの、ゲーセンにあるようなやつ。うん。あれじゃないんですよね。ファミリーフィッシングの。そう。ファミ、FF2 を出してくれればいいだけの話なんですよ。ファミリーフィッシング FF 略して。はい。我々の家だと FF って呼んだらもうファミリーフィッシングなので。どうだろう、あれかな。うわ、もう変な動き方。でもなんかでかいのが左にいたんだよな。あ、でも でかい。え、でかっ。え、気持ち悪いこいつ。おお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 おナイスです。あ、じゃあ、ちょっと待って。お姉さんに自慢してくるから。いや、いい。はいの。うん。終了しますよ、一回。はーい。